タルサ軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は60万3403人であり、2000年の56万3299人から7.1%増加した。人口ではオクラホマ州第2位である。軍庁所在地はやはり州内第2の都市タルサ市であり、同軍で。 人口最大の都市でもある。タルサ軍の歴史は、タルサ市の歴史と大きく重なっている。生態としてのタルサ軍の起源ですら、不明確である。オクラホマ歴史と文化の百科事典によれば、軍成立以前にできていたタルサ市の名前を文明に、したとのことであり、命名の日付はわからない。1820年代から1830年代に、 アメリカ合衆国政府が合衆国南東部からインディアン巡州にインディアンを移住させたがタルサ軍となった地域をすでに狩猟場として使用していた遊牧型部族の生活や態度にどのくらいの影響があるかは考慮されていなかった。まずアーカンザス側とベーディグリス側の合流点に近くあったギブソン砦に接してクリーク族が移住してきた。 しかし合衆国政府は新しい移民がアーカンザス川よりもさらに遠くまで移動するよう奨励した。土着のオーセージー族はバーディグリス川に近い土地を離れることに合意したが、それほど遠くまでは動かず、間もなく新着のクリーク族を脅かすようになった。1831年、アイザック・マッコイ牧師とジェームズ・エル・ドーソンに導かれた集団が ギブソン砦からシマロン川との合流点まで、アーカンザス川北岸を遡る道を切り開いた。1832年、ドーソンは軍事拠点となる場所を選定するために再度派遣された。彼が推奨した地点の一つは、シマロン川合流点から約2.5マイル下流の地点だった。翌年、ジョージ・バーチ名誉少佐と第7不評師団の2個中隊が、 道村道路をたどって、その地点に進んだ。バーチは、以前の上官である、マシュアーバックル将軍を立てて、その場所を、アーバックルトリデと命名した。オクラホマ歴史と文化の百科事典によれば、このトリデは、現在のサンドスプリング市の西約8マイルとのことで、ある。著作家、ジェームズ・ガードナーが1930年代初期に、この場所を訪れた。 その訪問期には、現在のタルサ軍と王政ジ軍を分ける線のすぐ南、サンドクリークに近いアーカンザス川の北岸にある、鳥を示す地図が含まれている。土地を切り払い小型のアーバックル鳥が建設されたが、1834年11月11日には、放棄された。倉庫やいくつかの煙突の残骸が100年近く後でも見られた。この鳥の後は、 1960年代に建設されたキーストーン湖に水没した。1861年南北戦争が始まると多くのインディアン巡州にいるクリーク族やセミノール族がオポスレヤホラに引き入られアメリカ合衆国に対する忠誠を守った。1861年11月南軍のダグラス・エイチ・クーパー大佐が 北軍の支持者に対して屈服させるか地域から追い出すために部隊を動かした。ラウンドマウンテンの戦いと呼ばれる最初の衝突は11月19日に起こった。北軍側は攻撃に耐えて反撃まで行ったが最終的に撤退したので南軍は戦略的な勝利を宣言した。次の戦いは12月9日に起こった。クーパー大佐の部隊が 現在のタルサ軍内、バード、クリークのホース州ベンドにあるチュスとタラサで、北軍側を攻撃した。南軍は、北軍側を、バードクリークの向こうまで追いやったが、弾薬が不足していたので追撃はできなかった。それでも南軍は、勝利を主張した。1883年、アトランティックパシフィック鉄道がその本線を、ビニータからタルサまで延伸させたが、 アーカンザス川の東岸で行き止まりだった。この会社は後にセントルイスサンフランシスコ鉄道に吸収され、その後に川を渡す鉄橋を建設してレッドフォークまで延伸させた。それまで牛追たちは牛に歩いて川を渡らせていたが、この鉄道を使ってアーカンザス川の西岸に運べるようになった。 左の写真は1897年のアーカンザス川洪水の時に撮られた鉄橋である。1901年以降、レッドフォークで石油が発見され、タルサからそこへ移動する労働者を運ぶためにも、安全で便利なルートとなった。1901年6月25日、スーブランド1号と名付けられた、油が、深さ540フィートで石油を掘り当てた。 この油性は、スウェイブランドの所有であり、レッドフォークの町に近かった。ブランドは、クリーク族の市民で、タルサでは、最初の開業医であるジョン CW ブランド博士の、妻だった。油性はブランド夫人に割り当てられた土地にあった。油性から出た石油は損に詰められ、州内で最も近い製油所に運ばれ、一たる一ドルで、売られた。間もなく、他の油性も、 石油を産出するようになった。タルサ軍で次に大きな油性はグレンプールの金傍だった。タルサ市は20世紀の大半を通じて世界の石油首都を標榜していたが市の条例では市域内での石油掘削を禁じていた。1910年、タルサ軍はタルサ市六番通りと南ボルダーアベニューの北東角に軍庁舎を建設した。 その建設には、ユール大理石が使用された。建設場所は、ジョージ・ペリーマンとその妻が所有する邸宅があった、ところだった。1921年5月31日、この軍庁舎の最上階にある留置所に囚われている、黒人青年に、リンチをかけると脅すために、白人10人のボートが集合した。これが、タルサ人種暴動の始まりとなった。この建物は、 現在の庁舎がサウスデンバー515に開設されるまで使い続けられた。旧庁舎はその後解体され土地は民間投資家に売却された。この土地には現在1967年に建設されたバンク・オブ・アメリカのビルが建っている。アメリカ合衆国国政調査局によれば軍域全面積は587平方マイルであり、 このうち陸地は570平方マイル、水域は17平方マイルで、水域率は2.85%である。アーカンザス川が、軍内の大半を流れている。アーカンザス川に建造したダムでできた、キーストーン湖が一部軍内に入っている。バーディグリス川の支流である、バードクリークとケイニー川が、軍北部を流れている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による、 人工統計データである。注釈、ありがとうございます。